ジョルジュ・ド・ラトゥールは、現フランス領のロレーヌ地方で17世紀前半に活動し、キアロスクールを用いた夜の画家と呼ばれる。ラトゥールは、生前には、フランス王類13世の国王付画家の称号を得るなど、著名な画家であったが、次第に忘客され、20世紀初頭に再発見された画家である。残された作品は少なく、 生涯についてもあまり詳しいことは分かっていない。作風は、明暗の対比を強調する点にカラバジョの影響が、伺かがえるが、単純化、平面化された構図や画面に漂う静寂で、神秘的な雰囲気は、ラトゥール独自のものである。女占い師、メトロポリタン美術館、イカサマシルーブル美術館、イカサマシキンベル美術館ラトゥールは1593年。 当時まだフランスの一部ではなかったロレーヌ公国の小さな町ビックシュル西湯に生まれた。家業はパン屋だったという。少年時代や修行時代のことについてはあまり詳しくわかっていないが、1617年からは同じロレーヌ地方の町リュネビルに移住して活動し、1620年には弟子がいたことがわかっており、この頃には画家としての地位を確立していたものとみられる。 この当時の画家の常として、ラトゥールも修行時代にはイタリアなどの外国を遍歴したものと思われるが、彼がイタリア等に滞在したという確かな証拠は見つかっていない。1639年にはパリに出て国王類13世から国王付画家の称号を得ている。ラトゥールの代表作の一つであるイレネに解放される姓、セバスティアヌスは、 ルイ13世のお気に入りの絵だったという。その後ルネビルに戻り活動を続けるが、1652年1月、伝染病のため15日に、妻、22日に子を相次いで失い、30日に、画家本人も後を追うように死去した。クイ・アラタメル・マグダラ・ノ・マリア・ナショナル・ギャラリー、クイ・アラタメル・マグダラ・ノ・マリア・メトロポリタン美術館ら、トゥールが活動したのは17世紀前半である。 当時のヨーロッパはバロック美術の前世紀であり、フランス画壇では古典主義の大家ニコラプスさんが活動していたが、ロレーヌのような地方にはパリやローマのような都会とは異なった独自の画風を持った画家たちが存在していた。ラトゥールの作品にはイカサマし、女占い師のような風俗画系統のものと聖書に題材を取ったものとがある。後者の系列は、 悔い改めるマグダラのマリア、大工の聖ヨセフのように夜の情景を描いたものが多い。これらの作品の多くでは、画面のかなりの部分を闇がしめ、人物を照らす光はろうそく、松明などの単一の光源から指し、明と暗の劇的な対象が見られる。人物などの形態は平面化、単純化され、モチーフはギリギリまで切り詰められているが、画面には、 深い精神性と宗教的感情が感じられる。ラトゥールの名は18世紀には忘れられ、彼の作品はスペインの画家の作品だと思われていた時期もあった。ラトゥールの存在が再認識され始めたのは20世紀初頭であり、ドイツの研究者ヘルマン・フォスがなんと美術館にあった作品をラトゥール作と確認したのは1915年のことであった。 1934年にパリで開催された現実の画家たち展というそれまで一般に知られていなかった地方画家の作品を集めた展覧会でラトゥールが改めて注目されるようになり第二次大戦後の1972年にはパリで大規模なラトゥール展が開催された1972年の展覧会以降新たにラトゥール作とされた作品が増えたものの そのうち何点を新作とするかは研究者の間でも意見が分かれている。ラトゥール作品の特色の一つは、レパートリーが狭く、同じテーマ、同じ構図の作品が複数存在する例が多いことである。例えば、真夜中に、ろうそくの光の下で瞑想するマグダラのマリアを描いた、食い改めるマグダラのマリアは少なくとも三点あり、イカサマ氏は全く同構図の絵が、 ルーブル美術館とキンベル美術館にある。これについては、画家本人が複数の同じ作品を描いただけでなく、息子のエティエンヌの作品が含まれているのではないかと、する説もある。ラトゥールの各作品の制作年代については、研究者や文献によって相違があることを付記する。ジョルジュ・ド・ラ・トゥール、光と闇の世界国立西洋美術館2005年、宮下木久 宮下木久郎、仕草で読む、美術史畜間処房、2015年、83ページ。ISBN 978から4から480433183。ありがとうございます。